ハイブリッドライスのハイブリッドとは一大雑種 F1 品種のことです。F1 品種は両親より強くて立派、病気や不良環境に強い。しかも通常の品種より三十パーセント収量増が期待されます。ハイブリッドライスの栽培面積を見ると、日本は零点一パーセントと少ないですけど、中国は五十八パーセント、世界全体では十三パーセントを占めています。 こちら側にはハイブリッドライス種子生産を支える基礎外根を示しました細胞にミトコンドリアと核を示してあります今栽培イネの核と野生イネのミトコンドリアを合わせ持ったイネを作りましょう野生イネを母親にして栽培イネを戻し交雑すると作ることができますミトコンドリアは母性遺伝しますので作ることができます でそのようにして作った系統真ん中のですけど、えー、ミトコンドリアと核の相性が合わないことがありますなんとなくこの細胞が起こったようにも見えますえこの時ミトコンドリアを見ますと変な遺伝子がありましてうんこタンパク質を作っていますうんこタンパク質というのはゲームのたまごっちから思いついたうんこタンパク質モデルので仮説でありましてうんこタンパク質がたまると 花粉が死んでしまうとそういういモデルですそれじゃあ野生稲そのものはどうかといいますと核の中にうんこタンパク質の蓄積を抑制する遺伝子がありまして RF 遺伝子粘性回復遺伝子というのがあってうんこタンパク質はたまりません。でこのようにミトコンドリアが原因で花粉が死んだ系統を細胞質有性不燃系統といってそれはそのままでは種がつきません。 そこに RF 遺伝子を持って花粉活育が正常化した稲の花粉を考察しますと一大雑誌の趣旨が取れるわけですそれではこの変な遺伝子は何か変な遺伝子があるとどうして花粉が死ぬのか RF 遺伝子は何か RF 遺伝子があるとどうしてうんこタンパク質がたまらなくなるのかこういったブラックボックスについての分析板解明を行っています。 そうしてその技術を利用して日本独自の新規ハイブリッドライスの開発に取り組んでいます皆様もぜひ農学部に来て画期的な稲品種改良の技術開発に取り組みましょう